西口ホーム支部駅は福岡県甲賀市吉明2丁目にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は JLA8 相対式ホーム2面2線を有する地上駅で京上駅舎を備える。7時から19時30分までは JR 九州サービスサポートの駅係員が配置され緑の窓口が開設されている。それ以外の時間帯は 無人駅となっている。なお、前後の駅の乗り場は、基本的に、上り線側から1.2、と不満されているが、当駅と新宮中央駅は、下り線側に、駅事務室が設置されたため、下り線側が一番となっている。2020年度の1日平均乗車人員は1375人で、あり、JR 九州の駅としては、第105位である。なお、JR 九州は、 開業前の2006年10月31日、当駅における1日平均乗車人員の予測について2000人と発表していた。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。駅周辺は、小賀市の西部にあたり、隣の新宮町に接する地域である。元は、鹿部という集落であったが、新駅建設工事と並行して、鹿部土地区画整理事業が実施され、 住宅地の開発が進められており、町名も現在の町名に変更された。西口、東口ともに降りて、すぐに住宅地が広がっており、南西方向に進むと、新宮町に入る。所在地の旧地名が由来より解消された。仮称の段階では、漢字で、し部」と表記していたが、地元以外の利用者にもわかりやすくするためひらがなで、ししとしている。また、 JR 北海道に鹿部駅があるため、それとの区別にもなっている。ありがとうございます。